ターゲットはかまとと清水優子。仕掛けるトラップは瞬間全裸男ドッキリ。真面目そうな記者がいきなりパンツ一丁になった時、そのリアクションとターゲットの目線をチェック。清水さん、アイドルなんだから変なところなんて見ませんよね。はい、来た。失礼します。よろしくお願いします。どうも、はじめまして。 DKR 出版のアレキと申します。よろしくお願いいたします。すっかり取材と信じ込む清水。そして本日取材内容なんですけども、番組のホームページに載せます。番組のホームページに載せます。いろんな角度からもう一度チェック。番組のホームページに載せます。ホームページ載せます。ホームページ出ましたね。完全に股間見てましたね。清水の視線、スローで確認してみましょう。のホームページ清水、股間にラックオン。出ましたね。さらに左の方入らせていただきます。よろしくお願いいたします。さあ行きましょう。もうこれアウトです。はい、いやー、すごいエロババアでしたね。もう股間しか見てなかったですね。見てないですよ。見てたでしょ。カメラは捉えてましたよ。いやー、まあね、普段はなんかかまととぶってますけど、やっぱり本性は股間好きということですね。見てないです。見てました。見てももう普通はこうでしょ。アイドルならアイドルならこうでしょ。開きましたからね。好きでしょうね。腹立ってるでしょうから、このピコピコハンマーで気づきの頭を思いっきり殴ってやってください。はい、怒りをぶつけてください。意味が分かる。続いては米村でございますね。一応食わず嫌いをやるということだったので、嫌いなものカリフラワー、ラッキョ、漬物と何の面白みもない嫌いなものですけど。続いて米村美咲を待ち受けるトラップは、清水と同様瞬間全裸男ドッキリ。さあ16歳米村の反応は。どうも、おはようございます。おはようございます。 DKR 出版の荒木と申します。はい、本日取材を担当させてもらいますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、本日の取材内容なんですけど、でですね、簡単に本日の取材内容なんですけど、でですね、簡単にいいですね。別のアングルからもう一度。本日の取材内容なんですけど、本日の取材内容なんですけど、本日の取材内容なんですけど。そんな米村の目線は早い。チラッチラ見てますね。チラッチラ見ますね。チラッチラ見ますね。顔を見て、チラッチラ見ますね。さあ、ネタバラシです。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。いかがでしたか。見事な、あのさって、すごい仕組みだなと。仕組みも見事ですけど、ね、見事なのはそこだけじゃないんじゃないですか。あの股間見てましたけど、チラチラ見てないですよ。アイドルです。見てないです。アイドルですから、やっぱこうでしょう、本当は。パンツ履いての無個性小池にも瞬間全裸男ドッキリを敢行。本日の、内容を確認させていただきたいと思うんですけども、はい、思うんですけども、そうですね、簡単に説明すると番組内で簡単に説明すると番組内でですね、番組内のホームページでインタビュー記事として、見てる人が見てるよ。聞き続けてる。
やるしかないです大丈夫ですか？いいですか？取材内容は大体5分ぐらいと考えておりますのでがっかりですね日程さんのお仕事が増えて日程のお仕事と、ここでドッキリ終了。はい、お疲れ様です。何これ。はい、小池ビビった今どんだけリアクション悪いんだお前は普通キャーとかあるでしょ。変なのか分かんなくて、このままですよお前はもう一生ドッキリにかけないわみんなキャーって言いました。キャーって言いますし、みんな股間をじっくり見たりとか。いやいやいや、清水なんてやめてください。三着やめてよ。まあアイドルとしては合格なのかもしれませんけどもね。というわけで一応腹立ったでしょ、びっくりして。え、腹は